いや、一人かい？こんなところで会えるなんて、僕はついてるね。いつきが困った顔をしてるのは珍しいって？それはそうさ。あの彼女たちを見てくれよ。ほら、こっちへ来る。やっと追いつきましたよ。いつきさん、一体どういうことなんですか？ちゃんと説明してください。最近全然私たちとクエストに行ってくれないじゃないですか。説明ならしたはずだよ。僕は今スコードロンに所属しているんだ。一緒にプレイするのが楽しくてね。だからしばらくは君たちよりもスコードロンを優先したい。そう話しただろ。いきなりキャンセルなんてひどすぎます。前から約束してたのに。君たち、僕なんかにそんなに執着してどうするんだい。ここは仮想の世界。誰かをどれほど大切に思っていても、相手の真の姿なんて誰にもわからないんだよ。でも、いや、執着か。僕も最近は少しだけその気持ちがわかるのかな。よし、君たちの執着に敬意を表してキャンセルは撤回するよ。その代わり予定をコイントスで決めるのはどうかな。もし君たちが勝ったら君たちに付き合うよ。どんなクエストでも何日でも。その代わり僕たちが勝ったらしばらくは好きにさせてくれ。頼むよ、僕を一人にしないでくれ。まあ、それなら。さん、動体視力すごいからコインの裏表見えちゃうんじゃないですか。そこは大丈夫。僕自身は選ばない。コインを投げるだけ。せっかくだから君に運命を託したいんだけど、いいかな。ありがとう。君の運を信じてるよ。じゃあ、用意はいい？はい！いつきさんのお友達はどっちにします？投げるよ。残念だけど、仕方ないですね。いつきさん、また誘いますから。たまには私たちともクエスト行きましょうね。はあ、これで自由の身だね。なんとかなってよかったよ。でもなんだか楽しかったな。こんな気持ちになったのは久しぶりだ。さて、僕が言うのもなんだけど、さっきのコイントスよく付き合ってくれたね。
君には何の関係もないことで何日も連れ回されるかもしれなかったのに。正直お人よしが過ぎると思ったよ。僕が彼女たちにしたみたいにクエストをドタキャンして逃げるかもとは思わなかったのかい？面と向かってそう言われてしまうと答えに困るな。まあどちらにしても君は人を信用しすぎてるんじゃないかな。そのうち痛い目を見るかもしれないよ。ありがとう。何かお礼がしたいけど何も。あ、そうだ、これを。これはね、この銃は正直スペックは低い。使えたもんじゃない。でも僕にとってとても大事な銃なんだ。もしよければ受け取ってくれないかい？うん、今の僕には不要だからね。それは僕が GGO にダイブして初めて買った銃なんだ。今でもそれを見ると初めてここに来た時の鼓動の高まりを感じるんだ。もしかしたらもう忘れてしまった気持ちをそれを持っていれば思い出せるような気がして、ずっとストレージに入れてたんだけど、さっきも言った通り性能的な価値もないし、売ってもビタ一文にもならない。でも君ならきっと別の価値を見出してくれると思うんだ。僕には見つけられなかった価値を。また謎かけみたいだったかな。いいさ、いつかきっとこの意味がわかる時が来るかな。さて、じゃあまた何か面白いクエストでもあったら呼んでくれ。今日はこの辺で帰らせてもらうよ。さよなら。